サルマ・ハエックは、米国で活動する、メキシコ系の女優。本名サルマ・ハエック・ヒメネス。1988年に、メキシコ国内のテレノベラでデビュー。翌年放送された、テレサで、タイトルロールのテレサ役でブレイクした。24歳の時に英語を話せないままロサンゼルスに、移り、ステラードラーの下で演技を学ぶが、ラテン系として、 ハリウッドの中で役をつかむまでは苦労したといい、同じラテン系の血を引くロバート・ロドリゲス監督と出会い、デスペラードのヒロイン役を演じたことで一役名が知られるようになった。不法移民の時期もあったという。この縁でロドリゲス監督作品のほとんどに顔を出している。2002年公開のフリーダでフリーダ・カールを演じ、アカデミー主演女優賞などの候補になった。 2005年には、カンヌ国際映画祭の審査員を務めた。最近は、自身の映画プロダクションベンタナーザを設立し、プロデュース業にも乗り出している。また、テレビドラマ、アグリーベティの制作葬式を務めている。2015年、スパイクテレビ主催のガイズ・チョイス・アワードで、デケード・オブ・ホットネス賞を受賞。メキシコのベラクルス州コアツァコ・アルコスに出生 スペイン人とレバノン人と中東の少数民族、アッシリア人の血を引く。父親は石油会社の重役、母親は元オペラ歌手であった。幼少期から女優を目指しており、大学では国際関係と演劇を専攻した。アメリカの市民権を得ている。英語、スペイン語の他にポルトガル語、アラビア語を話すことができる。女優のペネロペクルストは、 親友の中。過去に、俳優のエドワード・アタートン、エドワード・ノートン、ジョシュ・ルーカスなどとの交際歴がある。2007年3月9日に、フランスの大手ファッション企業ケディングの CEO で、実業家のフランソワンリ・リピノーと婚約し、同年9月21日に長女を出産。2008年7月18日に婚約破棄を発表したが、2009年2月14日に、 ピノーと結婚。ハーベイ・ワインスタインによるセクシャルハラスメント事件の被害者であり、彼女自身が受けた被害などに監視自身で記した長文の記事がニューヨークタイムスに掲載された。2002年に彼女が制作でも関わったフリーダにおいてワインスタインの被害に遭っている。プリンスの2009年のアルバムに収録された楽曲にバレンティーナという 彼女の娘であるバレンティナの名前を冠したと言われる楽曲がある。ハエックは2005年にプリンスの楽曲テアーモコラゾンのミュージックビデオで監督を務めており、進行があったという。ありがとうございます。